おじさん、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 ビールちょうだい、おいしい地ビールってやつですね。よっしゃ、これでいけるやろ。この地ビールっすよ。大人に人気ビールっすよ。わら人形の条件に使えるかもしれないっつか、知れないってなってるけど、まあいいでしょ、大丈夫大丈夫。ここカットね。日本酒って言われたけどビールでも大丈夫だよね。なぜ日本酒があったのに日本酒を買わなかったのパターン。あーこれじゃあダメそう、変な泡が出てるし、うーなんか息苦しくなってきた。前回紹介ちょっとセリフが違うぐらいかい。浄化失敗。あでもワイン人形みたいな、なんか違う、なんか独特のタイトルではないんだな。はなんだ、私は何をしていたんだ、なんだろう、なんかここに来たのは今日で3回目のような気がするが、おかしいな、今日は初めてここに来たはずなのに、おかしいな、デジャブってやつかな、おかしいな、確か俺は日本酒を買いに来たんだ。でもその時のデジャブは酒とビールを買ったんだったな。酒を買ってこの一番高い酒を買って家に帰ったパターンと、美味しいチビールを買って帰ったパターンがあったが、なぜこの二つが買ったんだろうか。日本酒だよ。まだ暑い時があるからね。冷酒でいいかな。冷酒でグイグイっていきたいね。お代は親父さんから今度受け取っておくから、このまま持っていってよ。とりあえずミッションコンプリート。これなら死ぬこともなし、浄化もできるでしょう。この辺はセリフ一緒かな。一緒っぽいですね。あちょっとあれ、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっとお前誰やねん、そして何よこれってあれんやけど、ちょっと待って、他の2つ選んだ時と展開違うんですけど、誰だよ。これ以上調べるな。これ血で書かれた文字、ひどい、誰がこんなことするのよ。ちょっとさっきチラッと見えた人が怪しいんですけど、この調べるなって葉月が今日調べ物をしてたのと関係あるんじゃないの。誰だ。俺犯人を少し見ましたよ。あ目撃者がこいつが怪しい人物じゃないんじゃ、むしろ怪しい人物を見たっていう証拠人か。やったー、教えてください。黒くて長い髪が印象的。黒くて長い髪、後ろ姿が見えないけど女っぽかったな。もろさあの前の情報の白い生き物のやつじゃないか。あと黒い服を着ていたよ。見るからね怪しいやつだったな。黒い服、今日は黒いんだ俺が部屋から出て行ったから慌てて逃げていたんだろうね。黒髪の女葉月、ここあたりは私の親友にこんなことするやつ許せないよ。あとそれ血じゃなくて血によく似た絵の具みたいなものだね。悪質ないたずらだし警察に行った方がいいと思うよ。はい葉月、精神的には参ってるよね。そばにいてあげたいけど一人の方が落ち着けると思うから私は帰るよ。また学校出てバイバイ。こんなちょっとおしらけた感じで言えないよね。あ、俺も出かけないといけないんでこれで失礼します。あざっす、目撃情報あざっす。このいたずらはお父さんに相談した方がいいかもしれない。一応残しておこう。黒髪の女、自宅の場所まで知っているなんて、私のことをよく知っている人物ね。まずはあの藁人形を処分しよう。本当黒髪の女って誰だろう。心当たりあるんは完全に高梨さんやけどね。高梨さんそんなことをする、ちょっとなんか狂犬回しみたいな立場におるな。高梨さんなんかちょっとプレイヤーを騙す感じの立場におりそうな感じやな。私が犯人かもねとか、すっげえなんか心理的に陽動をかけるよ。
やめてよね、高木さん。私を助けたいの、殺したいの、どっちなの。わら人形をお先につけるんだったわね。浄化って言われたけど、どうすればいいのかな。何も起こらないって、入れたんこれ。あ、うっすらやけどあるな。お、何これ、なこれ。煙とか出てきた。今のは何？黒い煙のようなものが出ていったような感じだったわ。浄化完了？少しだけ体が軽くなったような気がする。お？わら人形の呪いは浄化できたのかした。ならよかったけど。ドアのいたずらの犯人と、このわら人形の犯人は、おそらく同一人物。誰かに恨まれるようなことをした覚えはないけど、知らないうちに誰かを傷つけていたのかも。高橋さんの言っていた、身近な人、思い当たる人を考えてみよう。あれですよね。死人が出たわけじゃないけど、今が土曜の夕方6時だったら、絶対にの赤い蝶ネクタイをつけた小学生がここに現れるよね。お、部屋に戻った。黒髪の女は私の写真を持っていた。私の家まで知っていた。考えたくないけど、私の近くにいる人の可能性が高いわ。そんなの友達か知り合いでしかいないのに、その中に犯人がいるってこと？いたずらも何々参りも証拠がない。身近な人でこんなことをするのはなぜだろう。慎重に考えてみよう。って言ったで、黒髪の登場人物なんか考えたって高梨さんしかおらんのやもんな。まず家の場所を知っている人はお父さん、人狼、美春、花金、あ、これ花金って読むんだったっけ？花金、羽が、もういいや、もう。お父さんは、電車が止まって帰ってこれない状態だし、私が調べ物をしていたことも知らないはず。だから、除外して大丈夫。まず男性だからね。女性の姿で男性が犯人とか、お父さん、女性癖でもあるんか。女装癖か。女性癖って人狼は幼なじみだから家の場所も知っていて、私が調べ物を していることも知っている。お、候補に入れられたぞ。黒い服は着ていたけど筋肉質な体型だし、後ろ姿は女には見えないし、髪型も全然違う。美晴も一緒に遊ぶ友達だから私の家を知っているし、調べ物をしていたことも知っているはず。けど髪は短くて金髪だから、黒髪の女とは程遠いわ。服装も明るくて派手だったし、こんな派手な犯人いるわけねえだろ。は、美春が犯人だったら、コナンで言えばね、あの黒い影のやつなんか出てこないよね。どうやっても黒とは思えんような服装やもんね、この明るさは。花金先生でいいか、もうお姉さん先生で一貫しとこうもん。お姉さん先生は学校の先生だから、生徒の住所はすぐに調べることができると思う。写真のことで電話をくれたり恨んでいたりしたらそんなことはしないけど、目撃情報は黒い服と髪の長い女ということで、髪の色以外は一致するわね。高橋さんは私の家を知らない。すごく協力してくれたし、私を恨んだりはしてないとは思うけど、黒く長く髪で、黒い服は、思い当たるのは彼女だけ。呪い関係の知識も豊富。わら人形をすぐに見つけ出してたし、最後のあの一言が気になる。一応接点のない人も考えておこう。意地悪に使われた血のような液体で思い当たるとすれば、無名神社の近くにいるかき氷屋さんのおじさんが怪しいわ。あ、怖い。ちょっと待って。意外な人物が候補に挙げられたんやけど。このおっさんも一応候補に入るんじゃ。ちょっと待って。他の4人と比べたらだいぶ浮いとるぞ、お前。無関係すぎる人やもん、お前。意外な人出てきたよ。嘘やろ。うちの場所は知らないとは思うけど、いちごシロップにしては赤すぎるぐらいに自然なものを売っていた、不自然なものを売っていたし。あ、そういうこと。なるほど。目撃情報とは一致しないけど、
エプロンの人は黒い服装だったわね。この思い当たる人物はこのぐらいねって。決定的な証拠はないけど、怪しいと人と決めないことにはこれから犯人を突き止めることができないわ。え、とりあえずセーブやな。ちょっとこれ難しいぞ。おっさんちょっとかわいそうやな。一回なんか怪しい掛け声を言うだけでなんか選ばれてしまうやけんな、候補者に。ほんとこれ難しいぞ。やば。なにこれ。俺としては、人狼と美晴はちょっと外しておきたいよな、個人的には。いや、なんか証拠があるとかそういうんじゃなくて、すごい親しい仲っていう意味でさ。まあ、それ言うたら、このおっさん以外はもう性格的には、高梨さんはまだなんずか怪しい部分も悪いんやけど協力してくれたってことで。難しいぞこれ。誰が犯人やろ。候補か。難しいなこれ。おっさん候補にしとこうか。おっさん候補になってくれ。やっぱりあのおじさん変だよ。怪しすぎる。ちょっと怖いけど直接聞いてみよう。マジで聞くんかよ。おじさん、このわら人形に見覚えないですか？知らねえな。そんなことより今日はキウイシロップがおすすめだぜ。とぼけないでください。うちにひもじみたいなのをいたずらしたのもおじさんですよね。あんた何言ってるんだ？俺はずっとここで店開いてたんだよ。あ、そうやね。なんか、他の4人と比べたらすごい浮いとったけん選んでしまったけどね。買う気がないからさっさと取れてくれや。意地悪に使われた赤いものはその特殊ないちごシロップよ。血みたいな液体で思い当たるのはおじさんしかいないんです。こいつはノーイチゴとヘビイチゴで作った自慢のいちごシロップだ。いい加減にしてやがれ。こいつでも食って頭を冷やせ。あけ声に投げつけてきたんかい。しかもシロップなしかい。ああ間違えちゃった。かき氷屋のおじさんは犯人じゃない。もっと慎重に考えよう。そうですね。ごめんね、はずきちゃん。ちょっと俺が適当に答えたばっかりに。ほんと難しいよ、これ。どういうことかな。やっぱり、この4人で一番怪しいんは高梨さんなんよな、俺としては。やっぱ、呪いのこととか、なぁ。無関係すぎる人ってもう怪しいところではあるんよな。お姉さん先生を疑いたくない。難しいな、これ。あ、でも待てよ。人狼か。拓郎出てきたよ。拓郎って誰だよ。人狼もちょっと怪しいよな。結構別行動をとってって、その間になんかするくらいのことはあるんじゃないかなと思って。まあ別行動って点では、三原も怪しい。液体ってはもしかしたら香水かもしれん。なんてことを考えた。お姉さん先生はちょっと情報が少なすぎるんよね。ただお姉さんってだけやもん。だから俺としては人狼を、ね。幼馴染の人狼は昔からよく知っていたけど、人は変わるって言うもんね。そういう問題なん。人狼にも犯行は可能だったわけだし、特別な感情はなしにして疑ってみよう。人狼が犯人だとしても、証拠がないから慎重に動かないといけないわ。その通り。こんな時に誰よ。はーい。タイミング良すぎだろー。タイミング良すぎだろー。ちょっと待って、タイミング良すぎだろー。ちょっと待って。なんで犯人と決めつけた瞬間から出てくるんや、お前は。ドアのあれは何なんだよ。大丈夫なのか。お前のタイミングこそ大丈夫なのか。めっちゃベリーグッドだったぞ。大丈夫じゃないわよ。このもう精神的に限界なのよ。意地悪の犯人は人狼じゃないの。なんだよそれ。俺がやったっていうのか。俺じゃねえよ。そんなことするわけないだろう。
肝心な時にはいつもいなかったじゃない。家を知ってて意地悪ができそうな人は人狼しかいないのよ。俺だってな、葉月のことを探してあちこち歩き回ってたんだよ。そんなの知らないよ。俺はいつだって葉月の味方でいたいんだ。あ、メール来た。しかし何を言ってもダメそうだな。勝手にしろ。やばいんじゃん。ヒントくれた人を一人に潰してしまったんじゃん。これもしかして、やばいんじゃん。人狼じゃない。やばいんじゃないの。あ、みはる何してんの。え、はずきどうしたの。あの犯、意地悪の犯人、人狼だと思ったが人狼に直接行ったの。そしたら怒ってどっか行っちゃって、辛かったね。人狼くんはそんなことしないと思うよ。謝れば誤解も解けるよ。そんな簡単にはいかないよ。そうだよな。話しかけづらいよね。でも私がいるから大丈夫だよ。ほっぺあくらめて言うかね。完全に話しかけたいこと前提で言ってるよね、お前。さ、人狼くん探しに行こう。どこに行ったのかな。駅の方でも行ってみる。やった、三春が行動メンバーにようやく終わった。駅やって。駅どっち、駅どっちやっけ。こっちやし。よし、いないね。いないのかーい。今日で電車止まってたんだね。知らなかったよ。あ、そうだったそうだった。電車止まっとるんだったらこんなとこに来るはずないかって思うな。へえ、そうなんだ。じゃあ他の場所行く。今日はもういいよ。ダメだよ、今日じゃないと絶対に。なんだちょっと、なんかの音をする。ちょっと葉月大丈夫。階段を降りるとき何かに足をつかまれた。全身が痛い。目の前が真っ暗。声も出ない。あれ、口をバクバクさせてどうしたの。声が出ないんだ。大変だね。ええ、美晴、なんでそんなに嬉しそうな声で喋っているの。そこの女の子、大怪我をしているじゃないか。大丈夫なのか。大丈夫だよ、おじさん。もう私救急車呼んだし、ちょっと階段で転んじゃっただけだから大丈夫、平気だよ。嘘、救急車なんて呼んでないよ。痛いよ、助けて。そうなのかい。救急車呼んでいるならいいか。おじさんに急いでいるから。それじゃあ、ちょっとおじさんバイバイ。おじさん、あー、行かないで。意識が遠くなってきたよ。なんだ、何々前より聞いてないと思ってたけどちゃんと聞くじゃん。まさかこんなに早く効果出るなんてね。葉月には感謝しているんだよ。葉月がいなかったら人狼くんと出会えなかったんだもん。あー、でも自分から人狼くんに嫌われるようなことするとはね。今なら葉月一筋だったら人狼くんも心を許してくれそうだよ。このチャンスずっと待ってたんだ。その怪我だともう助からないよね。バイバイ、ありがとうね、葉月。嘘、一番ないと思っとった。一番重ないと思っとったのに。そんでミハルンルンってなんだそれ。なんだねそれは。メモリアル回収用パスワードってなんだね。ミハルンルンってなんだね。うーわ、マジで。まさかミハルが犯人だったん。てか犯人大ピラにしていいんか。とりあえずメモっとくよ、ミハルンルン。前のアイスホッケーもメモっとこう。えい、オッケー。マジか、ミハルが推理シーンか。やり直す。で、セーブして今回はここまでとさせていただこう。で、セーブしたな、前。やけん、もうセーブ7でいいや。マジか、ミハル、お前、ちょっと、それやめてくれや、お前。お前が犯人かよ。くそ。ってことは、ちょっと二択を、この二人っていう二択はちょっと正しかったんやな。二択で、ちょっと二分の一で失敗した感じか。だとしたらやっぱ赤い液体ってのは香水だったんか。香水薄いのに。まあいいや。そんな話は次のパートで。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。